では県内の感染者の推移を見ていきます。今日はこれまでで2番目に多い県内では2番目に多い231人の感染確認となりました。昨日がですね、過去最多に当たりまして271人の感染確認です。県内振り返ってみますと、3月末にですね、初めて200人を超えて、先週およそ4ヶ月半ぶりに200人台を確認したということになるんですけれども、そこからわずか1週間足らずで200人超えが5日も立て続けに確認されているという状況になっています。でこれを月単位で見ますとこのようになるんですけれども、今月まだですね12日残している状況ではあるんですが、今日までに2476人の感染が確認されました。過去最も月単位で多かったのが3月の2412人ということなので、まだ今月12日も残っているんですが、過去最多を月単位で更新したということになります。直近の感染者は日ごとに表したもので見ていきます。次お願いします。はい、直近で見てみますと、先月の中旬から県内は週単位で数を見てみますと、こう倍増ペースがずっと続いていました。で今週はまだ2日間残っているんですが、今週の感染者は950人でした。先週の5日間はどうかといいますと604人です。つまり 1.5倍という、変わらず倍増ペースに近い状況で感染が拡大続いているという状況になっています。次に療養者の内訳を見ていきます。宮城県内の療養者、今日午後3時現在で1626人となっています。そして内訳はこのようになっていまして、入院中の方は258人と、指定医療機関に入院している方が258人なんですが、指定外に入院している方が1人いるという、こういう内訳になっています。そしてホテル療養中は731人、自宅療養中は252人、入院等調整中は384人となっていまして、入院中ホテル療養中が過去最多となっています。おしまいに病床占有率です。はい、県全体では 69.5%、 仙台医療圏に限ると 69.3% となっています。